皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート327をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、感染。柔道部員だった中学の頃の話。県大会の予選で、俺は受け身を失敗して失神したようだった。技をかけられ、やばいと思った瞬間まで覚えている。ふと気がつくと、俺は会場の天井近くにふわふわ浮いていて、遥か上から各試合を見ていた。いつから見ていたのかわからない。気がついたら試合をじっと見ていた。俺の隣にはシミだらけの顔で、T シャツの下のガリガリの二の腕に入れ墨が覗いている、中年女性が浮いていた。俺はゆっくりと思う方向に移動できた。中年女性もそれに合わせてふわふわとついてくる。やがて、うちの学校のエースの先輩の試合が始まった。先輩は序盤で有効を取られるも、内股で一本勝ちし、格の違いを見せつけた。俺は思わず手を叩いて喜んだ。その時の思考はなぜか冷静で、何の疑問も持たず、上から試合を見てるといつもと違ってなんだか見やすいなぁ、とか考えていた。中年女性とは何も語らず、うつろな顔をしていた。そして突然強い風が吹き、俺はバランスを崩した。今までふわふわ浮いていたのに、突然重力がかかったかのように、真っ逆さまに下に落ちていった。次に気がつくと、畳の上で看病を受けているところだった。すぐに担架が来て俺は医務室に運ばれた。さっきまで見ていたのは夢だったのかな。しかし、先輩の試合が気になり、医務室を抜け出して会場に出て行った。先輩の試合は、さっき俺が見ていた内容と全く一緒だった。隣にいた違う中学の友達は、俺が話す通りに試合が展開するものだから驚いていた。その後、通りかかったマネージャーに見つかって怒られた。そのまま俺は近くの病院に行って、簡単に検査をした。異常はなかった。話を聞くまで知らなかったのだが、技をかけられ、畳に強く打ちつけられた俺は、泡を吹いて痙攣していたらしい。幽体離脱ってやつかな。しかしなぜ未来に、気になるのがあのガリガリのおばさんだ。結局一言も話さなかったが、俺の隣にふわふわとずっとついてきてた。第2話、けっちゃっちゃっちゃ。大学の免許の関係で、養護学校に体験に行ってきた。常にどこからか規制が聞こえてくるわ。俺より背が高いような生徒がいきなり腕掴んでくるわで、なかなかすごいところだと思った。二日間体験をしたんだが、二日目に不思議なことがあった。俺が担当させられたのは小学部っていうところで、小学生の年代の障害児がいるところだった。そこで多分一番おとなしい子だと思うんだが、A 君っていう男の子と一緒に遊ぶことになった。A 君は基本的に言葉を喋らないけど、こっちの言うことは理解しているみたいだった。A 君としばらく遊んでいて、というか、彼がボールに入れたブロックをかき混ぜてるのを見てるだけだったが、ふと気がついた。A 君、時々ハッと顔を上げて、教室の天井の方を見て目を泳がせる。最初はそういう障害なんだろうなって思ってた。でも本当にそこに何かいるみたいで、目がそれを追いかけて動いているように見える。
って、気になった俺は A 君に、何かあるの？って聞いた。すると A 君は、部屋の一部を指さして、けっちゃっちゃっちゃ、と言った。何を言っているのかは不明だったが、何かあると言っているのはわかった。俺には何も見えないが、彼には何か見えているのかと思うと、ちょっと気味が悪かった。A 君はまたブロック混ぜ混ぜに取り組み始めた。俺は彼が指さした天井の下あたりに行ってみた。見上げても何もない。A 君、けっちゃっちゃっちゃって何？と、俺が聞いた時だった。A 君が俺の方を見て、けっちゃっちゃっちゃ、ブーよ。と言った。腕に痛みが走った。見ると腕に爪でえぐられたような跡があった。A 君を見ると、その視線は窓の方に向かっていた。半袖だったもんで、傷ができてるのを見て、担任の先生が、まさか A 君が、って言ってたけど、俺は、何か気がついたらできてました、みたいに言ってごまかした。その後は、何事もなく体験終了。それにしても、けっちゃっちゃっちゃってマジで何だったんだ。第3話、割り込む着信。俺の職場には仲のいい先輩がいた。二人で飯を食いに行ったり、飲みに行ったりするような仲だ。ある時、俺は先輩と連絡先を交換する。仕事帰りにではなく、たまには休日に飲もうという話になったからだ。先輩が携帯の番号を聞いてくるので、俺がそれを教えると、先輩は俺に電話をかけてすぐに切る。赤外線で送ればいいのにと、俺が言うと、先輩は機械音痴であることを話して笑っていた。土曜の夜、待ち合わせ場所の神田駅に早めに着いた俺は、先輩に電話する。携帯には通話中の文字が見えていたのだが、先輩を呼んでも応答がない。電波が悪いと相手の声が聞こえないということが多々ある。俺は連絡を諦めて改札口の前で待つ。しばらくして先輩の姿を見つけた俺は、落ち合って終電ギリギリまで一緒に飲んだ。へべれけに酔っ払った俺は、駅のホームで寝てしまって終電を逃し、公園で夜明かすという醜態をさらして、翌朝に帰宅することになる。アパートに帰った俺は水を飲み、昨日の酒が残る深い差の中、すぐに寝てしまった。そして、俺が次に目覚めたのは昼前頃だった。携帯の着信音が俺を起こした要因だ。携帯の画面には先輩の名前が表示されている。ああ、先輩、お疲れ様です。俺は寝ぼけと二日酔いの気だるさの中、上ずった声で電話に出る。しかし先輩は無言だ。携帯の機能のおかげで環境音すら聞こえない。肉声に近い音しか拾わないのだ。確かノイズキャンセラとかいうやつだ。どうしたんですか先輩。あ、耳を澄まして、やっと聞こえるくらいの擦れたうめき声が電話先から聞こえてくる。俺はなんだか気味が悪くなってきて、眠気も酔いも覚めてしまう。あ、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 その時、電話先からごう音と共に男の濁った絶叫が響く。最後の方は声になっていなくて、湿気を帯びた乾燥音になっていた。喉元で唾液を震わせる耳障りな音に耐えかねて、俺は電話を切ってしまう。先輩の身に何が起きているのか。何か、事件に巻き込まれたのか。
不安が募る。でも、俺には電話をかけ直す勇気がなく、臆病風に吹かれて、終日身をこわばらせていた。後日、俺は朝早くに出社して先輩を待つ。もし来なかったら、と、不安になっていたが先輩はちゃんと来た。俺は安堵に胸をなで下ろす。先輩、心配しましたよ。昨日変な電話がかかってきたから。しかし俺の言葉に先輩は首をかしげる。何のこと？先輩は全く心当たりのない体を装うが、俺は食い下がる。見てくださいよ。ほら、着信履歴に先輩の名前が残っているじゃないですか。本当だ、おかしいな。俺はまだ一度もお前に電話をかけていないはずなんだけど。先輩が嘘を言っているようには見えなかった。でも、履歴が残っている以上、昨日先輩の携帯から電話がかかってきたことは揺るぎのない事実だ。もしかしたら、他の誰かが先輩の携帯を使って俺にいたずらをしたのかもしれない。ほら、発信履歴にも残っていない。俺の番号を間違えて登録しちゃったんじゃないか。先輩はそう言うが、俺は先輩からかかってきた電話の番号をそのまま登録したのだから、間違いなど起こり得ない。そんなことないはずですが、一応確認してみます。電話お願いできます。はいよ。先輩が発信すると、すぐに俺の携帯が鳴る。そして携帯を開いた俺は、背筋が寒くなるのを感じる。ナンバーディスプレイに先輩の名前はなく、見知らぬ電話番号が表示されていたのだ。ほらやっぱり。先輩は肩をすくめて笑うが、俺にはとてもそんな余裕はなかった。俺と先輩が番号を交換したあの時、先輩が俺に電話をかけたあの時、得体の知れない誰かの着信に割り込まれた。そうとしか考えられない。俺は、先輩だと思っていた誰かの番号をすぐさま消した。それでも、不気味な後味の悪さはしばらく消えなかった。その数ヶ月後、先輩は交通事故で命を落とす。ガソリンに引火して車が炎上し、遺体は判別ができないほど損傷していたらしい。事故とあの電話を安易に結びつけたくはない。それは蓋然的な思考だ。でもそう思ってしまう自分がいる。第4話、監視する男。かなり前の話ですれきかもしれないけど、よかったら聞いてくれ。多分すぎても叩かないでくれよな、わら。クラブの店員をしてた時期があって、その時に起きた話。当時、ダンスに夢中になってて、週末は必ずと言っていいほどクラブに通ってたんだわ。そんなわけで、そこのオーナーとは必然的に仲良くなったんだ。ある日、店員が一度に二人ほど辞めてしまい、もしよかったら、うちで働いてくれないか、との、お誘いが来た。はじめは迷ってたんだけど、クラブに通うお金もバカにはならないし、ただで店内で流れてるダンスのビデオも見れるし、むしろ好都合だと思い、アルバイトという形で働かせてもらったんだ。でも、いざ働いてみると、これがかなりきつい労働。お客さんが店に来るまでひたすら店内清掃。これだけでバイトが終わる時が、月1、2回はあった。だから、お客さんが遊びに来た時は、過剰というぐらいの接待をしてた。そんな日々が過ぎていき、
働き出してから3ヶ月目の頃、二人のお客さんが遊びに来た。初めて見る顔だったので、常連さんになってもらいたい一心で、暇さえあれば二人に声をかけてた。で、閉店間際にその二人のうちの一人から、よかったら、帰り家まで送って行ってくれないかな、と言われた。どこの店もそうだと思うが、基本お客さんとは恋愛禁止。かなり迷ってたんだけど、マジで足がないらしく、店のスタッフには内緒で送っていくことにした。男女の関係になるのも、そんなに時間はかからなかった。むしろ俺の方が彼女にハマっていた。その日も店が終わり、彼女を家まで送り届け、自宅までのキロを車で走ってた。その最中、何気なく斜め前方に視線をやったら、なんか怪しい感じのする男性が、道路脇からこっちを見てた。とっさに、これはまずい。視線変えなきゃ、と思ったんだけど、なぜか視線を変えられない。その場を走り去るまでわずかの時間だったと思うけど、最後まで視線があったままだった。その時を境にして、今まで見えなかったものが突然見えるようになった。幽霊ってやつを、詳しく言うと、あの時の怪しい若い男性。首が取れかかってる。見えるのはこいつだけ。むしろ付きまとわれてる感じさえした。でも彼女といる時だけは不思議と見えなかった。付き合い出してから2ヶ月目くらいの時だったと思うけど、デートの最中に腹が減ってきて、喫茶店に入ることにした。その店はかなり前から行きつけの店で、窓側から見える海が絶景だった。先客がいない時は必ず座る席があって、注文するものはいつもエビピラフとウーロン茶。二人で店に入った時間帯は夕方頃だったんだけど、ラッキーなことにお客はゼロ。なのになぜかお気に入りの席には座らず、奥の薄暗い席に座った。彼女が突然、って小さくつぶやいたのは聞こえたが、そこはスルー。店員が来て注文を聞かれ、なぜかその日に限って別のを注文した。じゃあ、卵サンドとバナナミルクをお願いします。って感じで。そこで彼女がもう一度、さすがに俺も気になったから、どうしたの？ってすかさず聞いてみたんだ。しばらく時が経ってから、彼女が重い口を開いた。彼女、なんでもないよ。大したことないから、でも、俺、いや、なんか気になるでしょ、教えてよわら。彼女、気を悪くしないでね。私さ、初めての彼氏と初デートの時、この店来たんだ。俺、平和ら。彼女、でね、座った場所がここでね。彼氏が注文したのが卵サンドとバナナミルクだったの。偶然ってあるんだなーって思ってた。俺、ふーん。で、その彼氏は今どこにいるの？彼女。ここで彼女はちょっと涙目になってきた。俺、ごめん。なんか余計なこと聞いた。彼女、いいの。なんかごめんね。変な空気にしちゃって。俺、全然平気わら、言いたくなかったら言わなくていいよ。彼女、死んじゃったんだ。バイクで事故って。その瞬間、俺の頭の中で全てが噛み合ってきた。俺、もしかして、事故った場所って、国道抜号線の H町のあたり。
彼女、なんで知ってるの？俺？いや、なんとなく。多分推測だけど、この彼氏は、俺の体を通して彼女と会ってたのかもしれない。そんなことを考えながら、その日は喫茶店を出た後、彼女を送って自宅に帰ったんだ。次の日、このことを友人に話したら、一回お祓いしてもらえ、ってなって、しぶしぶ神社に行ってお祓いをしてもらった。それから、その幽霊は全く出てこなくなったんだわ。で、彼女からも連絡が来なくなった。まあ、こないだがあれだったし、すぐ連絡するのも気が引けるな。なんて考えてたんだけど、さすがに一週間も音信不通だと不安になって、彼女に電話すると、現在、この電話番号は、俺、超回ら、焦って彼女の家に行ったら、すでに誰も住んでなかった。一体彼女と付き合ってた期間って何だったんだろう。って不思議な話でした。第5話、森北。俺の父親が体験した話なんだが、一つ目、20分で出られる一本道の車道を抜けたら、3時間経ってた。森の中に道がある感じだったらしい。もう一つも森の中の道なんだけど、個人的にはこれのが気になってる。走り女。横で何か動いてるな、と思ってふと森を見たら、裸で髪の長い女が、車と同じくらいのスピードで森を駆けていたらしい。足はあったみたい、あんま怖くないけど、誰か似た話を知ってるかな、と思って書き込ませてもらいました。第6話、つきやすい体。これは俺の話です。母親と姉に霊感があり、俺も小さい時まで霊感があったそうです。現在俺は31歳で5年前ぐらいの出来事です。当時、仕事を辞めるか辞めないかで悩んでた俺は、地下鉄に乗りながら一人で家に向かってました。人も少なかったので、一番端に座ろうと、優先座席に座って本を読んでたんです。途中駅に停車し、発車し始めた時、何か肩が重くなりいきなり肩が凝ってきました。それとともに吐き気を感じ、気持ち悪くて本を読むどころではありませんでした。なんだこの気持ち悪い感覚は、と思いながらも、目をつぶって到着まであと10分ほど我慢しようと思い、座り続けていました。ふと周りを見ると、同じ車両には3、4人しか乗っておらず、隣の車両は、連結部を挟んだ真横に女性が座っているのが確認できただけでした。隣の車両に座ってる女性が、なんとなく気になり、横目でちらっと見てみると、頭の中に生きてる人間じゃない、という考えが浮かび、急に恐ろしくなって、次の停車駅で降りました。なぜか電車に乗るのが怖くなり、残り4駅ぐらいの距離をタクシーで帰ることにし、個人タクシーに乗り、家へと向かいました。そのタクシーの運転手に、兄ちゃん、疲れてるなぁ。顔が青いよ、とか言われても、吐き気がすごくて、仕事が忙しくて、と返すのが精一杯で、そのうち家に着き料金を払い、家に入りました。家に着くなり姉が、お前、何連れてきてんの、と言ってきました。急に恐ろしくなった俺は、膝がガクガクなり、玄関で座り込んでしまいました。姉、ちょっと動くなよ。
姉、お母さん、たけし、かり、が変なの連れて帰ってる。はは、ほんとだ。たけくん、どこからおかしかった。俺、地下鉄乗ってた時から。はは、連れて帰っちゃったね。とりあえず塩まくから、待ってて。俺、母親は台所から持ってきた塩を俺の体に巻いて、小さい小皿を持ってきた上に塩を持って、玄関に置いてた。少し気が楽になったのか、足にも力が入り、とりあえずリビングに上がった。とりあえず座ってると、生姜とかが入った塩辛いスープみたいなものを母親が作ってきた。母、これ飲んで、効くから。俺、母、今日はとりあえず寝なさい。俺、わかった。その日はそのまま布団に入って、緊張が解けたのかすぐに眠りについた。覚えてないんだが、多分怖い夢か何かを見て、はっと目が覚めて、喉がすごく渇いてることに気づく。時間は0時前で、リビングには電気がついていた。まだ姉が起きてたみたいだった。姉を横目に台所に行って、お茶をコップ一杯に入れて、すぐに飲み干した。姉、ちょっとおいで。俺、眠いんやけど。と言いつつも、姉の強さはいつも安心できるので、ソファーにもたれかかって座る。姉、私ははっきり見えんかったけど、お母さんははっきり見えてたみたい。俺、何がおったん？姉、なんかね、上半身だけの女の人だって。俺、ガクガクブルブル。怖がらすなや姉ちゃん。姉、ちゃんと聞いて。あんたが幼稚園の時のことやけど、あんた疲れたことあるんよ。その時大変やったみたい。私小4ぐらいやったから少ししか覚えてへんけど。俺、何が大変やったん？姉、あんたにもともとついてるのがおって。俺、意味わからん。姉、だから、あんたには元から近くにおるねん。俺、わかりやすく。姉、とりあえず、もともとついてたのがいろいろと引きつけるらしくて、幼稚園の時に、あんた危ないのに疲れたんよ。俺、危ないの。姉、あんた幼稚園の時、友達怪我させたんよ。それもその危ない奴のせいらしいけどね。で、〇〇神社あるやろ。あそこの神主さんとお母さん知り合いで、あんたについてる危ないの払ってもうたんよ。俺、全然知らんねんけど。姉、そりゃそうやわ。でもともとついてたのも払ってくださいって、お母さんがお願いして、ついでに払おうとしたらしいねん。でももともと売ったのは払えんかったらしい。理由は忘れたけど。俺、ってことはまだおるん。姉、そんな悪いやつじゃないらしいけどね。俺、もともとのついてるのって、お母さん見えてるん。姉、たまに見えるらしいよ。さっき初めて聞いたけど。でもここ最近見てないんやって。お母さん話してたけど、そのもともとのが、何かのきっかけでおらんようになって、あんたの体つきやすいから連れてきたんやって。俺、どうしたらええの？姉、なんか今度の土曜日にでも神社連れて行くって。俺、そんなん聞いたら寝られへんやん。姉、死なへんから、大丈夫。俺、クソブス。みたいなやりとりをして、次の土曜日に神社でお祓いしてもらった。神主さんは、ごっついの連れてきよったな、とか、
あん時の子か。大きなったなぁ、とか言ってた。後でよくよく考えると、電車に乗ってた時の隣の車両にいた女がついてきたんかなと。そういえば下半身見えへんかったなぁと。停車駅ってことは、飛び降り自殺か何かした人なんかなぁと。その件以来、毎年お参りをして、常にお札を持ち続けてて、見たり疲れたりという話はありません。以上です。長くなってすみません。第7話、反動。高校生の頃、やたらと不幸体質な A という同級生がいた。と言っても不幸な目にばかり合うというものではなく、幸福を得ると、目に見えて不幸にも合う、というもの。幸福の出どころは運でも実力でも同様で、試験でいい点を取る。指を骨折。部活でレギュラー入り、食中毒。福引きで空気清浄機ゲット、ゲーム機故障。こんな感じで、一時が万事不幸がついて回る。それでも本人は明るく快活で、素直に喜べない、なんて風もなく、前向きなやつだった。社会人になって2年後、A と同じく同級生だった女子から連名でハガキが来た。おっと思って、早速読んだら、やはり披露宴の招待状。二人の写真がプリントされてるんだが、A は見るからに生傷だらけ。そんな美少女めとる体ざまあ、わら。と、郵便受けにはもう一枚、A の家から、はがきが来ていた。誠に恐れ入りますが、A は事故に遭えなくなりました。招待状のお返事は結構です。そのハガキにかなり違和感を感じたものの、数人の同級生と連絡を取って、A の家にお焼香だけでもさせてもらいに行くかという運びになった。当日訪ねてみると、葬儀は身内だけで済ませたとのこと。仏壇には遺影もなく、遺灰だけが置かれていた。わざわざありがとうございます。あの子も喜んでると思います。そういえば彼の体質の影響は家族にも及んでいたんだろうか。母親と、A の定前の顔には、当然疲れが見えたが、むしろすっきりとした、晴れ晴れとした様子さえ見て取れる。それはもう晴れ晴れとした。帰り際、玄関を出ると、友人の一人がつぶやいた。なあ、A がことあるごとに痛い目見てたのって、あの家族。黙れようるせえな、もう一人が遮った。誰からともなく足早に自分たちの車に向かう。後ろから、バキッメリ。と木の板が割れるような音がしたが、振り返らずその場を去った。A は自分に起こる不幸の経緯を、誰にも話さなかった。なら、俺たちが今詮索しないのも当然だ、と自分に言い訳した。第8話、影と男。吉祥寺歩いてたら、背後に大きな黒い影がついてきている、大学生風の男を見た。影は2メートルほどもあり、横幅もかなり大きかった。輪郭なんかはなんとなくわかるのだが、詳しくはわからない。というか黒すぎて見えない。男自身は愚か、周りの人も誰も気がついていないようだった。影は男の後ろをピタリとつけて歩いており、男が足を止めた時など、時折腰に手を当ててポリポリ書くような仕草が見られた。しばらく後をつけて観察していたのだが、影が急に後ろを振り返り、
俺を見たような気がした。それに少し遅れて男がこちらを振り返り、俺の方を見た。というか睨んでいた。男の表情はすぐに無関心そうな眼差しに変わり、またスタスタと歩いていってしまった。影もまた、その後をついていった。第9話、遊びたがる女の子。ちょっと昔の思い出話をさせてくれ。当時は今よりずっと景気が良くて、俺の所属するチームも会社に何日も泊まり込んでプレゼンの準備、なんてことがよくあった。その日も残業で、俺はたまたまフロアに一人で寝袋で寝てた。夢を見ていた。赤い着物の女の子が、俺と一緒に遊びたそうにしている。しきりと俺をどこかへ連れて行こうとする。まだ仕事が残ってるから一緒に行けないよ。ぐいぐい引っ張るその子に向かって、俺は遊べないと告げたところでふっと目が覚めた。その瞬間、両足をすごい力で掴まれて、体が30センチほど引きずられた。心臓が破れそうなほどバクバクしていたが、そこまでが夢だろうと思って、それほど気にはしなかった。しばらく経ったある日、外階段の踊り場で栄養の F 女子と世間話をしてた時、上司の K さんが階段から降りてくるのが見えた。ところが K さんを見た瞬間、F さんが、ひぃ、と叫んで、逃げるようにその場を離れた。社内では F さんは見える人として有名だったので、俺は震える F さんの背中に何が見えたんですか?と話しかけた。K さんの後ろから赤い着物を着た女の子が降りてきたのだという。F さんが恐怖したのはその女の子の首から上がなかったから。取り憑かれている K さんもその周りにいる人もやばい、と言われた。その話を聞いて、俺は先日夢で見た女の子を思い出していた。あの時、あの子に誘われるままついていったらどうなってたんだろう。そんなバタついた年も明け、落ち着いたところで健康診断を受けた。俺は不整脈で引っかかって再検査を受ける羽目に。結果は、就寝中に軽い心筋梗塞になった形跡が認められる、と告げられた。それを聞いて俺はあの赤い着物の女の子に誘われるままついていかなくてよかったとつくづく思った。普段は、どうやって仕事の手を抜こうか。なんてことばかり考えてるのにな、わら。第10話、深夜の散歩。流れぶったぎったらごめん。ちょっと、オカルティックな話じゃないんだけれども、自分的に怖い話を思い出したので、書かせてください。私、不眠症なので一時、よく夜中、深夜1時から3時くらいに散歩に出たりしてたのよ。で、だいたい決まったルートがあって、コンビニに寄って雑誌とか立ち読みして飲み物とか買って、帰宅してって感じだったんだけど、ある日、いつものルートを通っていたら何か、タタン、タタンって、リズミカルな音が聞こえてきたんだわ。こっちは不眠症だから、逆にちょっとハイになってて、そんなに怖いとかその時は感じなくて。何の音だろう。ってむしろ好奇心の方が勝って、引き返したりしないで、そのままいつものルートを進んで、音のする方に近づいていったんだ。で、だんだん音が近くなって、音の発信源に着いた、と思ったら、人がいたんだわ。なんて言えばいいんだろう。
全くの無表情で、道路の真ん中で反復横跳びをやってる人がいて、その時の靴の音が、タタンって音だったんだ。それだけでも、今思い返せば結構怖いんだけど、その人がタタンって横跳びするたびに街灯に照らされて、その人の手元のあたりがキラッと光るんだよね。って思ってよくよく見てみたら、その人、出刃包丁を持って反復横跳びをしてたんだ。無表情で出刃包丁を持って、深夜に反復横跳びなもんだから、さすがに冷や汗が出ちゃって、あたかも道を間違えちゃったような体を装って、さりげなく、その場から離脱したんだけど、あれは何か呪いの儀式とかなんだろうか。それとも、ちょっとアレな人なんだろうか。未だにわからない、自分の怖い体験です。第11話、相乗り。数年前、ある地方の営業所に出張した時の話。終了後飲みに連れて行ってもらい、終電の車内で寝過ごしてしまった。宿まで二駅だし、タクシーで帰ることにしたが、なかなか捕まらない。しばらく歩いていると、空車のタクシーがこちらに走ってくるのが見えた。待ってましたと、タクシーを止めて乗り込んで気がついた。後部座席の奥にすでに女が座っている。乗り込むまでは全く気がつかなかった。相乗りか、田舎ではそういうこともあるのかな、と自分なりに納得した。運転手に聞かれるまま目的地を告げ、タクシーは走り出した。横目でちらりと女を見ると、かなりの美人であることに気がついた。しかしなぜかニタニタと薄笑いを浮かべており、気味が悪かった。運転手は多弁な男であり、いろいろと話題を振られた。俺も嫌いではないので、それに乗って取り留めもない会話をした。しかし、運転手は女に話を振ることはなかった。女はやけにタバコ臭かった。車内が、ではなく、明らかに女がタバコ臭かった。若い女にしては珍しく、カバンなどを持っている様子がなく、手ぶらのようだった。15分ほどでホテルに着いたが、女は何も声を発することなく、俺の方を一度も見ることなく、終始歯茎を見せながらニタニタとしていた。降りた後、閉じたドア越しに車内を見て驚いた。そこに座っていたはずの女がいなかった。タクシーはしばらく進み、Uターンして道を引き返していった。表示はまた空車だった。第12話、並走する小舟。昔海で体験した。てか見た話。姫島というところがあるんだけど、盆あたりに狐踊りという伝統行事をやってて、それを家族で見に行った。まあ名前の通り姫島は島で、行くにはどうしてもフェリーに乗っていく必要があった。しかしそのフェリーというのも当たり前だが、正直そう大きなものではなくて、移動時間中はテレビくらいしか暇を潰すものがなかった。それから、その日は狐踊りや屋台を存分堪能して、それから帰ることになった。だが島外からの人が思いのほか多く、フェリーは時間を超えて何便か出すことになって、俺らがフェリーに乗れたのは10時くらいになってからだった。しかし上記したように、船内には娯楽がなかったから、暇つぶしとばかりに甲板に出て、真っ暗な海と、船の後ろから出る波を眺めてた。
しばらく眺めてて、多分5分かそこら経ったあたりだと思う。ふと視界の右側に、気になる影を見つけた。それは小型の漁船だった。誰かが漁してんのかな、と、その時は思ったが、どうも様子がおかしい。まずいようなほど船がボロボロだった。塗装は剥げ、錆が船全体を覆い、ネットや綱っぽいものが甲板に無造作に散らばっていた。二つ目に、人の気配が全然しない。漁船の上で動くものが全然ない。しかも明かりすらついておらず、俺もフェリーの甲板の上にある照明を借りて、ようやく見えるくらいだった。そして何より不気味なほど静かに、同じように並走していたこと。これが完全におかしかった。確かに船のモーター音はかなりうるさかったけど、耳を澄ませば隣を走る漁船の音くらいは聞こえるはず。けど何も聞こえない。聞こえてくるのはフェリーのモーター音と、船後方に広がる波の音だけ。それだけでも十分不気味なのに、速度も進路もなぞるようにフェリーと同じと来た。ノリで貼り付けたように、ぴったり同じ位置をキープして走っていた。それらに気づいて怖くなった俺は、飛び込むように船内に戻った。やがてフェリーは港に近づいた。そこで俺らは車に移動しなきゃいけなかったんだけど、急にあの小舟が気になりだして、トイレと言い訳してから、急ぎ甲板後方へと移動した。そこにはもう例の漁船の姿はなく、暗い海が広がるだけだった。今思えば、あれは俗に言う幽霊船なんだろうか。お宝目的で乗り込んだ暁には、大量のお魚が手に入るのかもしれない。第13話、アンバランスな女。俺はライトマニアで、夜な夜な自慢のライトを持って近所の広い公園に繰り出すんだけど、一昨日の深夜3時過ぎ、も、いつものようにゴミを捨てたついでに、公園ぐるっと回って照らしてきた。んで、帰ろうとした時、公園と住宅街の境にある階段で、変なものを照らしちゃった。背丈は150センチぐらいで、人型なんだけど、顔が60センチぐらいある女。しかも顔が背中側についている感じで、階段を登ってるんだけど、登り方がおかしくて、まるでケーブルカーみたいな動きで登ってんだ。足上げずに、すすすって感じで、もう怖くて怖くて、逃げたいんだけど、金縛りにあったみたいな感じで、全く動けなかった。本当、たった数十秒の話なんだけど、頭の中をいろいろな考えがぐるぐる回って、もう10分ぐらい退治しているように思えた。であまりの恐怖に失神しちまったんだ。人生で2回目の失神。そんで起きたら普通に朝で、5時40分とかだった。犬の散歩してるおばさんがちょっと離れたところから俺のこと見てたから、速攻で家に帰った。さっきまで、あの顔どっかで見たことあるなって思ったんだけど、やっと思い出した。今探したけど見つからなかったんだが、電車で女の人が本読んでる画像なんだけど、その表紙も女の人の顔で、うまい具合に重なって、その人の顔に見える画像あるんだけどわかる？その表紙の顔そっくりだった。もうあの画像見れねえや。文章にしたらあんま怖くねえし。特にオチもない。今はライトのスイッチ部分が傷ついちゃったことの方がショックだ。
第14話、連れて帰る。僕の体験談です。文章下手ですみません。怖くないかもしれませんが、ご了承ください。僕が高校生の頃の話です。ある晩、先輩たちと6名で飲み会をしていると、肝試しに行くことになり、〇〇トンネルに行くことになりました。そこは山の中腹にあり、廃屋があって、すぐ隣に軽自動車が1台通れるぐらいの真っ暗な気味の悪いトンネルです。話を聞くと、廃屋では一家惨殺があり、その中のおばあさんが隣のトンネルに逃げたところ、犯人に追い詰められ殺されて、気が狂った犯人もその場で自殺したという話でした。酒も入り、初めての肝試しということで、僕はワクワクしていました。車に乗り込み1時間ほど走り、近くに車を止め5分ほど歩くと、現場に到着しました。そこは想像以上に気味の悪い場所で、廃屋は昔ながらの一軒家で、縁側から中が一望でき、家の中は布団や家具が散乱していました。あまりの不気味さに、トンネルだけ入って帰ろうということになりました。トンネルに入ると、夏なのに涼しく、下はドロドロで、何とも言えない空気が漂っていたのですが、みんな無事に出てくることができました。トンネルを出た僕たちは帰ることになったのですが、なんとなく廃屋を眺めていると3名が先に車に戻ってしまい、気づいたら僕を含め3人になっていました。先に行っちゃったね。俺らも帰るか、なんて言っていたその時です。山の上の方から、キャー、という女性の声が聞こえたのです。聞こえた。聞こえたよ。早く帰ろう、3人とも聞いていました。怖くなった僕たちは、急いで車に戻りました。帰りの車の中、怖かった反面、話題ができたと思い、僕は少し上機嫌でした。次の日です。夜、母親と二人で食事をしていた時、その話をしました。昨日さ、先輩たちと肝試しに行ったんだ。僕は母親にこと細かく話しました。すると、僕はだんだん寒くなってきました。その日は真夏です。クーラーをつけていましたが涼しい程度でした。話が進むにつれ、僕はどんどん寒くなっていき、話が終盤に近づくと、歯をガチガチ言わせながら話していました。なんだこれはと思いながら話を進め、震えながら、やっとの思いで話を終えました。話が終わると、今度は母親が徐々にうつむいていきます。様子がおかしいと思っていると、母親が弱っていくにつれ、僕の震えが少しずつ収まってきました。僕の震えが止まり、母親が完全にダウンすると、今あんたから真っ黒い波打った何かが、私に入ってきた。これは私が何とかする。だからあんたはもうそんなところ行っちゃダメだよ。何がなんだかわかりませんでした。今、母は元気です。僕はそれ以来肝試しは行きません。以上です。長々とごめんなさい。第15話、呪われた。うちの弟は、霊感はない、らしいけれど、時々見えたりする人らしい。結構前の話なんだけど、夜の9時頃だったかな、俺が部屋でテレビを見ていると、弟が外から血相変えて帰ってきた。俺は、騒々しい奴だなぁ。
くらいに思っていたんだけど、弟が突然、呪われた、とか言い出したんだ。弟はビビリ屋なので、俺は内心、はいはいわかった、と思いつつも、何があったん？と弟に問いかけた。しかし、何度聞いても答えてくれない。呪われたわー。これは言われへんわー。って感じのことを言うばかり。答えがないので、友達と変なビデオでも見たか、遊びでもしたか、そんな感じだろうと、放っておいた。それから、そんな出来事も忘れた頃に、弟が前に呪われたって言ってた時あるやん。覚えてる？と話し出した。ああ、そんなことあったなあ。あれなんやったん？わら、って感じで、弟の話を聞くことになった。弟はその日自転車で、タバコ屋に少年ジャンプを買いに行っていた。と言っても、月曜日じゃなくて、土曜日の夜。時々発売日より早く店頭に並べるお店ってあるよね。そういうお店。その帰り道に俺も知っている道で、俺の家の近くなんだけど、街灯もなくてしかも昔風の土壁がある大きい家が並んでる。夜に通ると気持ち悪い雰囲気の場所に差し掛かった。弟は気持ち悪いなぁ。と思いながらも、自転車を進めていると、なんとなく背後に気配を感じたらしい。冷や汗が流れてきて、ああこれはやばい、と思っていると、タイヤが急に重くなった。違和感どころの騒ぎじゃなかったらしい。あまりの気持ち悪さに、その道を通ることを諦めて、明るい違う道へ逃げ出した。ただその道を通らないことには家に帰ることができないのだけれど、気持ち悪くて通りたくない。仕方なしに、ちょっと落ち着かせてもらおうと友達に電話してすがりついた。じゃあ、近くに来たら電話して。表出るから。わかった。そして友達の家に近づいた頃に、再度電話すると、すでに表に出て待ってくれているとのこと。優しい奴だと思いつつ到着すると、玄関前で友達は出迎えてくれた。すると、友達はおかしなことを言い出した。あれ、一人やで。あれ、だって電話してるとき、女の人の声してたけど。いや、一人。マジで、後ろに誰か乗ってなかった。気のせいか。うわぁ、最悪や。俺何も言ってないのに。うわぁ。っていうのが弟の心境だったらしい。それでも友達と喋っている間に、気が紛れて落ち着きを取り戻したらしい。それからしばらくして、友達と別れて家に帰ることにした。自転車を走らせていると、再び背後に気配。気にしすぎなだけかもしれん。そう言い聞かせて夜道を走らせていた。すると、前方に職務質問している警察官。ライトもつけてるし、止められることもないだろう。そう思って通り過ぎれると思った。しかし、警察官に呼び止められた。二人乗りしたら、あかんで。その後、警察官には、後ろに女乗せてたやろう。その女どこ行った、逃げたか、など、しつこく職務質問を食らったらしい。それから明かりを求めてコンビニに入ったら、偶然近所の友達に出会い、泣きついて一緒に家の前まで帰ってもらったらしい。本日の怪談は以上でございます。
またお会いいたしましょう。